こんばんは、元男の子で、元高知高校野球部で、元142キロピッチャーの青木かのんです。おっしゃーす。今日はですね、私が以前公開したピッチング動画にいただいた質問コメントに答えていきます。ありがとうございます。そのコメント内容がですね、甲子園常連校に入っていたかのんちゃんは、高校時代どんな風に過ごしてたとか、どんな練習してたとか、あとはめちゃめちゃ大変だったことって何っていうコメントをですね、結構いただいてたので、その中から、あ、これ動画にしたら面白そうだなっていうコメントを8個ピックアップしましたので、今日はそれの質問に答えていきたいと思います。おしゃーす。なんですかね、さっきからこのノリ。で、ちなみにですね、高知高校ってどんな学校なのってことなんですけども、高知県っていうその四国の一番下にある学校なんですね。で、高知高校は甲子園で、春夏甲子園優勝してるんですけども、ここ最近はなんか微妙なんですよね。甲子園に出るものの、ベスト4とかベスト8とか、なんかそういうとこに組み込む感じではなくて、まあ、甲子園出るけども、甲子園勝ち抜くのは最近はあんまりないかな、みたいな。でも強い学校ですよ。まあ、私は言ってないですけどね。私はスタンド応援組だったんで。っていう感じで、早速ですね、今から質問を読んでいきたいと思います。では、いいですか？はい、お願いします。一つ目、部活で、一番きつかった練習っていうのは何でしょうか？はい、もう冬練じゃないですかね。冬の400メーターのグラウンドを1分以内にタイムを切らないと、本数が減らないっていう、1分走っていうんですけども。で、それを一周だけじゃないんですよ。チームの全員で、よーいドンって言って、部員全員で400メーターのトラック走るんですよ。で、一人でも1分切れなかったらカウントされないんですよ。で、それ確か10本20本とかもう永遠と終わらないんですよ。結構冬でも脱水症状になっちゃう人とかもいたりとか。で、私もそれでちょっと怪我してしまったことがあって、その1分走の砂袋持つバージョンみたいなのがあったんですよ。確か15キロぐらいの重さかな、砂袋持って。で、確か1分10秒ぐらい。で、それがめちゃめちゃきつくて私は大怪我しました。昔、野球小僧っていうなんか雑誌みたいに載ったらしいんですよね。なんか、めちゃめちゃ厳しい強豪校のランキングみたいな。で、それで確か上位に入ったんですよね。その厳しいメニューの。怖いんですよ。冬の時期になると。しかも、それって練習の最後にやるんですよ。一日練習やって、もうクタクタなのに最後に1分走なんですよ。地獄でしたね。私はリタイアしましたけどね。あ、リタイアはできるんですか？怪我によって。あ、怪我によってってですね。はい。その怪我は、また後ほどお話しします。じゃあ、二つ目の質問です。部活で一番楽しかったこととか、嬉しかったことってありますか？でもこれ私にあんまり当てはまんないと思うんですけども、やっぱ高知高校ってその県内だと、なんかいろんな他校の女の子からめちゃめちゃモテるんですよ。高知高校のそのユニフォーム着て、自転車で試合会場に向かったりするんですけども、その時にめちゃめちゃチヤホヤされるんですよ。私みたいなそのスタンド応援組でも。こんな私みたいな端くれでもめちゃめちゃモテますよ。功績にあやかってチヤホヤされてました。何の実績もないのに。それでは三つ目の質問ですね。部活で一番ひどかった怪我は何でしょうか？ああ、あれですよ。さっきの、その砂袋バージョン1分走。あれで私ヘルニアになりましたね。最初腰椎分離症になって、その疲労骨折しちゃったんですよ。もう筋肉疲れすぎて。もう投げた瞬間に、もう膝から崩れ落ちるみたいな。もう足も麻痺しちゃって。で、私、それから冬練参加できなくなっちゃって、めちゃめちゃ精神的にもきつかったですね。周りからも遅れを取るし、プラス同級生とか先輩からあいつサボってんじゃねえのみたいな感じで目で見られるんですよ、はい。もうそれがめちゃくちゃ辛くて、精神的にも肉体的にもってことですよね。そうですそうです。砂袋で山走ったりもしてたんですよ。自衛隊じゃないですか。自衛隊よりきついんじゃないですか。多分どこも厳しいですけども。そうですよね。私はそれがしんどかったです。はい。はい、わかりました。それでは4つ目の質問です。はい。部活で先輩から後輩とか。もしくは、まあ、同期とかで、いじめとかってありましたか？いじめはないと思いますね。私で言うと、性別にすごい悩んでたんですよ。で、寮生活を送ってたもんですから、男だけの周りの世界じゃないですか。でも、いろいろと辛くて、で、私、寮脱走したことあったんですよ。で、寮脱走すると、バレたら連帯責任があるんですよ。バレたのが確か夜中だったんですよね、真冬の。で、脱走して、自分の寮にこっそり戻るじゃないですか。したら、いつもは、まあ、夜中だから真っ暗な寮が、部屋全部明かりついてて、あれなんか嫌な予感するぞ、みたいな。で、ガラ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 ってこうやって忍び込もうとしたら、廊下に先輩、同級生全員正座させられたんですよ。私が帰ってくるまで。本当ですか？で、寮長。寮長っていうか、監修ですね。お前、どこ行ったんや、みたいな。
で、そこからどうなったかというと、私が抜け出したことでのその連帯責任で、真夜中に一分走を私じゃなくて先輩が走らされるっていう。え？やばくないですか？真冬の夜中に、もうみんなパジャマとかなんですけども、一分走全員でグラウンド走らされるんですよ。で、私はそれを見させられるっていう。だから、先輩が走ってる間に、グラウンドの端っこでこうやって、おい、青木、お前が何をしたかわかるか？お前ここで先輩たちが走ってるの見とけみたいな。で、先輩が、おい !1 分切れ頑張れみたいな感じで。で、一番列の後ろの人たちは、もう1分切れないと、やばいじゃないですか。だから、ちょっと体力余裕ある先輩が、おい頑張れって言ってこうやって、みんなで引っ張りながら走って。はい、で、泡を吹きながら走ってる人がいて、青木覚えとけよみたいな。走りながら私、めっちゃ怒鳴ってんぞ、先輩たちが。まあ、その後はもう、想像していただければわかると思うんですけども、私、顔の骨が折れまして。それはいじめじゃないですね。まあでも、どこの部活も多分あると思いますよ。それでは、5つ目の質問なんですけど、1年生はボール拾い、はい、ボール磨き、はい、バット磨きとかこうやらされるイメージがあるんですか、はい、1年生って、はい、これは実際はどうなんでしょうか。 ありますよ、もちろん。あ、もちろん。あ、全然全然、もう雑用ですよ。だってもう寮でも先輩の洗濯物とかもやったり、身の回りの世話もしたりしますし、もう全然手となり足となり全てやりますね。でもある程度はあるんじゃないですか、どこの学校も。特にその野球が強い学校とかは、まあでも可愛がっていただきましたけどね。今日本ハムファイターズで活躍されてる公文勝彦さんとかもすごい可愛がっていただきましたし、はい、野球が上手い先輩は優しいです。あと他には中日ドラゴンズのキャッチャーで活躍されてる木下拓也選手もめちゃめちゃ優しかったですね。やっぱすごい活躍する選手はあんまりパシリとかそういうのもしないですね。本当にレギュラーのもうトップ層の人たちはめちゃめちゃ優しいってイメージ。補欠の人たちがなんかいらんことしてくるみたいな感じですね。はいはいはい。私東京から行ったわけじゃないですか、高知県に。で、みんなやっぱり関西組とか、あとは四国の中学出身の子たちが集まってくるんですよ。だから、東京もみたいな感じで、標準語バカにされたりしてたんですよ、結構。で、なんか目つけられて、その先輩に走ってる最中に後ろからその蹴り入れられたりとか、なんかそういう理不尽なことありましたね。で、私やり返しちゃったんですよ。したらなんか、負けて、馬乗りにされて、ここを思いっきりスパイクでガーって蹴られて、えぐれたみたいな。コテンパにされましたね。今でもそいつの名前覚えてますけど。覚えてるか許す。まあ、ご指導、ご鞭撻していただいたということで。はい。それでは次、6つ目ですね。めちゃくちゃ怖い先輩って言いましたか？いましたよ！関西出身のドヤンキーだった先輩がいて、関西から来た先輩怖かったですね。寮に入ったばっかの時に、目つけられちゃって、はい、よくあるのが、集合っての言われたんですよ。集合って言葉がもう私、結構トラウマなんですけど、はい、青木、今夜8時集合な、みたいな。集合って言われた瞬間に絶対なんかあるっていう感じなんですよ。寮内でも何回すれ違おうが先輩に会ったら止まって挨拶しなきゃいけないんですよ、絶対に。で、それ私がちょっと声小さかったらしいんですよ。夜中、その食堂に呼び出されて、はい、正座しながらここにバッと挟むみたいな。ここに。洗礼受けましたね。ただその先輩と私仲良くなったんですよ、なんかのきっかけで。そっからは別になかったですね。嫌われなければいいなと思いましたね、先輩に。世渡り上手が救われる世界だと思います。じゃあですね、次の質問にもちょっとそれが関係しちゃうんですけども、はい、1年生とかで中学校ですごい活躍してエース級の子とかっていうのがたまにいらっしゃるじゃないですか。はい。で、そういう子はやっぱりその1年生でもう試合に出れるとか特別扱いですか？ああ、されてましたね、やっぱり。お前らはグラウンドのその石ころ拾っとけって言われて、次期エース級のピッチャーだけは、A チームのメニュー混ざってみたいな。同級生でピッチャー多分20人近くいたんですよ。あいつだけええー、なーみたいな。もう全然扱い違いました。あと先輩からも扱い違いますね。期待しとるけんなーみたいな。ベンチ組の先輩からいじめとかなかったんですかね、そういう子に対して。ないですね、もう実力がもうはるかに上だったんで。もうその子は入学して速攻でもうピッチャーで試合投げて、公式戦で他校のバッターから三振奪ってたりとかしたんで、やっぱ違いましたね。これは最後になるんですけども、はい、部活でのこのハプニングっていうんですか、これは参ったぞっていうなんかハプニングがありましたら。え？いや、いっぱいあるんですけども。ああ、でもさっきの話の続きでもいいですか？私のせいで先輩たち走らされた後に私が顔骨折したからの続きでもいいですか？はい。私がやらかして先輩たちが走らされて、で、その後に先輩から顔面を思いっきりボコボコにされたんですよ。そしたら、原型とどめないぐらいに枯れちゃって。で、その後にまた続きがあって、そっから私、2ヶ月間ぐらい外出禁止命令出たんですよね。プラス、自分の寮の部屋、二人一組なんですけども、寮の私の自分の部屋入ったら、先輩側私なんですよ。私のスペースに置いてあるものとかが、全部ゴミ箱に捨てられてて、で、もう先輩からもうお前、寝るなみたいな内容のこと言われて、
そっから確か1週間ぐらい私は廊下で寝ましたね。1ヶ月間ぐらい夜決まった時間に寮の決まった場所でずっと正座させられたりとか。先輩たち許してくれたんですか、最終的には。最終的に許してくれましたけども、はい、そんぐらいなこと私がやらかしちゃったんで自業自得だったのかなと、まあ、ちょっとやりすぎじゃないのみたいな思われるかもしれないですけども、でもまあ私がやんなければそもそもそんなことにならなかったんで、その経験があったからある程度のことは我慢して乗り越えられるかなっていう、なんか心の強さ、忍耐力持てるようになったんで感謝してますね。いろいろお話ありがとうございます。でもあれなんですよ、その当時の先輩も今も連絡くれてて、やっぱ当時は当時なんで今は全然違います。学校内で問題になったんですよ、私が起こしたこと、はい、なんか先輩もやりすぎだよみたいな感じで、どっちもその上から成敗されてるんで、まあ今はもうお互い、まあ大人になったし、先輩ともちゃんと良好的な関係築けてますので、そこはご安心いただければと思います。そうじゃなかったら多分動画で、元高知高校野球部ですなんて言えないんで。私だって卒業した後に大学生の時かな、中日行ったその木下拓也さんと一緒に私の地元で二人きりで焼肉食べましたもん。はい、すごいですね。ただですね、実はその木下さんって今キャッチャーじゃないですか。もともと高校の時ピッチャーだったんですよ。ピッチャーからキャッチャーに転身されたってことですか？転身で、しかもそれ自分から転身したわけじゃなかったらしくて、木下さんが高校1年の時に高知高校野球部に入ってピッチャーやりますって言ってなんかやったらしいんですよ。だからその時にマウンドに唾吐いたらしいんですよね。なんか監督にブチ切れられて、おいピッチャークビだーって言われて、でキャッチャーになって、はい、したらキャッチャー体制したみたいなっていう話を私はその木下さんの同級生の人たちに聞いたんですよ。っていうことはもしピッチャーをやっていたらプロ野球でピッチャーに行ってたかもしれないですね。だってやばかったですよ、キャッチャーがこうやって盗塁を刺す時あるじゃないですか。普通こうなんですよ、それがこうなんですよ。ピンポン玉なのこの球みたいな多分当時いた久門勝彦さんより多分スピード速かったですよ。へー、木下さんのが。久門さんもめっちゃ速いですよ。だって今、ね、153とか、はいはい。でも高校時代久門さんは143キロぐらいだったんで、もう木下さんの方が順当にいったら速かったんじゃないですかね。じゃあ、唾を吐いたがためにってことですね。でも今、キャッチャーで活躍されてますもんね。もうだってね、はい、中日の正捕手ですもん、ほぼ。捕手って言ったらリーダーですからね。すいません、木下さん、最後に私たち焼肉行った時は、私のお父さんが焼肉のお金出したじゃないですか。よければ、次の焼肉は私におごってください。お願いします。っていう感じで、今回の動画が少しでも楽しいって思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントも画面の下にありますので、そちらもフォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。